この中でまた圧縮してあるっぽい。ジャン君。できるならいますね。ジャン君。ポンちゃんも。おはようございます。朝からなんか可愛かったね、ジャン君。ポンちゃん。ポンちゃんいいの？外出てこなくていいの？そこ。変なとこに頭突っ込んでるけど。さあ、1時間散歩してきました。ピクミンっていう子たちにいろいろご飯あげたりとか、ご飯は花なんだけどね、いろいろしているんですが、ジャン君はおとなしく待ってたね。もう慣れたね、ジャン君ね。あんまり泣かないよね。どうせ帰ってくるって分かったでしょ。何かな何かな。ジャン君気になる？あ、危ないよ。ちょっと待って。ちょっとテープが取れないから。ジャン君、ちょっと待って、ね。プレゼント届きました。開けてみます。なんだろうね、ジャンくんね。超圧縮袋に入っています。そうなの。なかなか。よいしょ。ジャンくん。はい。ジャンくん、珍しく一番に来たね。ポンちゃんより先に来たね。ジャンくん、チェック。チェック、チェック、チェック、チェック。なかなか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これがバッチリ止めてあります。よしよし。はい、ジャン君。あれ？圧縮しちゃう。圧縮は切れてね。圧縮は切らなきゃ。おー。よいしょ。はい、空気が入りました。あ、来た来た。はいはい。来ました。来ました。来ました。このジャンチェック。この中でまた圧縮してあるっぽい。みんなさ、どうして自分のだってわかるの？君たち、うん、人間用だとさ、あんまり来ないのに再圧縮なかなか。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。あ、なんかシューシューいってる。シューシューいってる。シューってシューってシューっていってるよ。すごいね。すごいね。なかなかぎっちりぎっちり。うん、お、なんだろう。はい、なんだろう。圧縮を解いたら。あ、逃げた。なんだ。スイカだ。これも切らないと。これはなんかぐるぐるになっているのと、はいはい、これは。お、ちょうだい。スイカさんはどう。これは。ポンちゃんが。ここにマジックテープ。あ、ここだね。マジックテープ。こう、あ、ごめんね、ポンちゃん。こうなるんだ。はい。あ。なんで。ポンちゃんが乗っちゃった。なんかポンちゃんが乗って使い心地をまず、この中がだんだん膨らんでくるのかもね。そうなのかな。うん、今はこうキュッてなってるけど、自然と。で、これは何かな。はあ。なんだろう。どうやって使うのかな。ここにファスナーがついていて。うん。これにはあんまり意味がないのかな。洗えるとかそういうことかな。あ、そうかもね。なんかいわゆるスポンジっぽい感じなので、このベロに関してはちょっと分かりませんが、こういうことになっています。スイカだよね。そうね。はい、多分ここに首とか腕とかを乗せてくつろぐサマーベッドみたいなやつかな。おお、こうらしいです。はいはい。じゃあ正しいんだね。正しいんだね、うん、はいはいはい。ジャン君、ポンちゃん、よく分かってなくてごめんなさい。ここに置いとくから。犬、猫、冷感マット、アイスキャンディー型枕付き。スイカのキャンディーだったんかい。スイカのあらゆる防水、暑さ対策、スイカ柄、スポンジ、キャット、ドッグ。あ、これはいろんなのが書いてあるんだね。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、きっとこうなんだ。これが棒なんだ。そういうことだったね。なるほど。